もしかしたらお客さんからそこ見えないのかもしれないので、お寿司が行きました。走り込んでラリアット、そしてと吉岡を担ぎ上げました。しかし吉岡が背後に着地する。そして止まったラウンド、しかし寿司がエルボーで応戦する。ドロスキック、吉岡がドラスキック、そして寿司をロープに送っていく。カットショット、そしてコードブレーカー。大原が必殺技 VBM、 寿司がタップしました。早いですね。